こんにちは、藤原です。今回は前回反響があった寿司食べ放題のご紹介です。高級お寿司の値段を気にせず好きなだけ満腹になるまで食べられたら最高だと思いますよね。ほんととろけるほど美味しい高級寿司が好きなだけいただけるというね、夢のような食べ放題をご紹介しておりますので、気になったお店がありましたらぜひ実際に足を運んでみてください。では早速1店舗目のご紹介です。こちらは有楽町駅から徒歩1分ほどの西銀座デパートの2階にあります。営業時間は11時半から23時までとなっております。以前ランチでも紹介させていただいたお店でして、その時はねかなり並んだ記憶が、あるんですけども、今回は平日の11時半に予約して伺ったのですぐに案内していただきました。食べ放題のみ予約可能ということで、こちらは予約がマストかなと思います。新宿や池袋とかね、東京とか横浜に6店舗を持つお寿司屋さんなんですけども、お店のコンセプトにもある通り、もうなんといっても寿司食べ放題として広く知れ渡っているお寿司屋さんですね。以前銀座寿司ランチでも紹介させていただいたんですけども、今回は食べ放題枠でご紹介します。ひな寿司っていうお店なんですけども、席はね全部で110席あるんですが、カウンター席がなくて全てテーブル席って形となっております。奥に個室席もありまして、で店内はカジュアルで明るい雰囲気で清潔感があります。今回は一人で行ったので、奥の端の方の席にね案内していただきました。一人ランチでね利用されている方もいらっしゃいまして、席同士の間隔がかなり空いているので、一人でも気にせず来れるのが嬉しいポイントかなと思います。今回は高級寿司食べ放題っていうプランをねいただきました。お値段は男性4939円、女性が4609円となっております。こちらは120分制で30分前ラストオーダーね。お寿司だと通常のビュッフェよりも時間をかけずに一つ一つサクッと食べやすいと思いますので、実際いつも紹介しているビュッフェよりもかなり早い段階でお腹いっぱいになりましたね。なので時間が足りないってことはないかなと思います。こちらの食べ放題は1回につき20個まで注文することができます。お皿が届いたらすぐに次のものを注文することができるんですが、食べ残し1貫につき200円の支払いとなっておりますので、無理せず少しずつ注文するのがおすすめです。まずはじめにですね、大トロイクラサーモンと茶碗蒸しはね1回までということで最初にご提供いただきました。お味噌汁、お茶、ガリは自分のタイミングで店員さんを呼んで注文するシステムとなっております。お寿司の注文をお願いするときに毎回店員さんを呼ぶんですけども、すでにホールのスタッフの方が何人かいらっしゃるので、すぐに注文をお願いすることができるのがかなり良かったかなと思っています。カウンターで注文すると大きな声でね、これとこれお願いしますっていうのがね恥ずかしかったりする方もね、いらっしゃるのかなと思うんですけども、全員テーブル席かつ自分の食べたいものをね紙に書いて店員さんに渡すシステムなので、かなりね女性の方とかでも注文しやすいんじゃないかなと思いました。で通常のメニューとは別で、今月のうまいもの5貫と、さらに本日の美味しいもの5貫がそれぞれ時期によって違うものが提供されます。今回は10月中旬に伺ったんですが、今月の美味しいものはねサンマとか蒸し柿とか炙りサワラとか、本日のうまいものはフカヒレ軍艦とか桜エビ軍艦とかカニカマなどね、これ食べ放題でいいのっていうような豪華なラインナップでした。で2巡目は縁側ヒラメなどの白身系だったりとか、うなぎとかつぶ貝などの、さっぱり系をねメインで注文しました。お寿司の食べる順番も非常に大切になってくるかなと思うんですが、マグロやサーモンなどはね最初に注文しましたね。種類がたくさんあると普段注文しないものもね頼んじゃったりするのもいいと思うんですけども、やっぱりね赤身がね今回美味しかったですね。でシャリの量も多すぎずでちょうど良かったので、たくさん食べやすく食べ放題にちょうどいい大きさかなと思います。でお客さんは外国人の方も多いので観光客の方に人気なようなんですけども、サラリーマンの方とかね、グループで利用されている方もちらほらいらっしゃいましたね。こちらのお店は一人から予約することもできるので、気軽さで言うとね、ナンバーワンかなっていうぐらい行きやすいと思います。お寿司食べ放題の入門として持ってこいだと思いますので、お寿司好きの方でね一人でも行きたいなって思ってる方はとてもおすすめなので、ぜひね予約して行ってみてもらいたいなと思います。では次のお店紹介させていただきます。一つ烏山駅から徒歩15分ぐらいですかね、歩いた住宅街の中にあります。駅からは少し歩くんですが、周りに飲食店がないところに突然ねお店が出てきて、こんなとこにあんのっていう場所にあるので驚くと思います。お店自体も外観が一軒家のようなね雰囲気なんですが、のれんが目印になっていてすぐ見つけることができると思います。営業時間は11時から21時15分までの通し営業となっております。今回は予約して開店時間すぐにお伺いしまして、カウンター席はねもうほぼ満席でしたね。12時頃にはすぐに店内が満席になるみたいな感じなので、こちらも事前予約がおすすめかなと思っています。でこちらのお店は今年で創業60周年ということで、とても歴史があるお寿司屋さんですね。こちらのネタは毎朝築地と豊洲から仕入れて
ており、今一番美味しいものをという思いで厳選された、その季節ごとに一番いいネタをいただくことができます。席はカウンターと座敷があり、全部で120席あります。カウンターは席同士の間隔も近いので非常に懐かしい雰囲気がありますね。で、昔ながらのお寿司屋さんといった感じで、平日にもかかわらずワイワイとこう賑やかな感じでしたね。今回は座敷の方に案内していただきまして、カウンター席では職人の方が 3,4 人ほどいらっしゃって、で、まあ、常に掛け声が飛び交うような雰囲気ですね。職人さん含めて店員の方もハキハキとされていて、まあ、気合というか覇気があって、まあ、やっぱり繁盛しているお店は店員さんの雰囲気も違うんだなって思うようないい雰囲気を感じましたね。こちらでいただいたのはおまかせ食べ放題コース5500円のものです。時間は90分制となっております。支払いは現金のみとなっておりますのでお気をつけください。こちらではまず最初に20貫提供されて、その後から食べ放題となりまして、追加で注文していくというスタイルになるんですけども、まずね、そのネタの大きさに圧倒されましたね。10分ほど待って最初の握りが到着したんですけども、まあ、あまりの大きさに思わず声が出るぐらいでしたね。もうね、これだけで5500円以上の価値があるんじゃないかっていうぐらいいいネタもありますね。ネタはウニ、イクラ、マグロ、エビ、サーモン、ホタテ、タイ、軍艦、卵などの定番のお寿司がお皿にギリギリまで敷き詰められていて、もうずらりと並んでおります。もう絵に描いたような綺麗なお寿司ですよね。そしてね、シャリもかなりボリュームがあるので、一口がめちゃめちゃ大きくなります。最初に提供されるネタはこちらから指定することはできないということで、まあ、名前の通り完全お任せですね。で、お椀にも魚のつみれが入ってたりしました。で、おかわりしたい場合は追加で何貫くださいと店員さんに直接声をかけるシステムとなっておりまして、2巡目はね、1巡目と違ったものをいただくことができるようになっております。ここはね、通して営業しているので、まあ、12時前後のピークの時間帯を避ければかなりスムーズにいけるかなと思っております。おすすめです。では次のお店紹介させていただきます。新宿駅東口から徒歩7分ほどで、東方シネマズの新宿の近くですね。こちらビルの6階にあります。営業時間は16時半から23時となっております。今回は一休で予約して16時半にお伺いしましたが、お店に入った時はすでに4組ほどお客さんがいらっしゃって、オープンから人気のお店でしたね。こちらのお店に行く際は、まあ、予約しておくと安心かなと思います。ここはですね、進化するお寿司をねコンセプトに、味だけでなく香り、食感、見た目にまでこだわるね、究極のお寿司を提供している高級寿司屋さんですね。五感で楽しむ寿司割烹のエンターテインメントというね、言葉がぴったりなお食事内容でして、内装は和モダンの温かい雰囲気の中で高級寿司を堪能することができます。また高級寿司がいただけるお店ではあるんですが、まあ、ほんとカジュアルで入りやすく、また清潔感もあるので構えすぎず気軽に行けるんじゃないかなと思います。カウンター席とテーブル席がありまして、メインはカウンター席です。今回はカウンター席の端の席に通していただいたんですが、端でも大将に声をかけやすい距離感なので、まあ、カウンターであれば基本的にはね、どこでも居心地いいのかなと思います。全体的にね、内装の雰囲気としてはウッド調で統一されている感じで、まあ、明るめな印象ですね。で、カジュアルな雰囲気なのでデート利用ももちろん OK ですし、会社の先輩や後輩、または接待などにもね、利用できるような万能なお店です。ここね、普通にクオリティはもちろん担保されておりまして、かつ居心地がいいお店なので、迷ったらここに行けば間違いないんじゃないかなというね、そんなようなお寿司屋さんです。今回予約した内容は握り食べ放題コース全16品7999円です。こちらは120分のコースで、ラストオーダーが30分前となっております。早めの時間のプランやサイトから予約すると少しお安くいただけるので、まあ、一休食べログなど調べてみてください。こちらのコースは本マグロ食べ放題になっているんですが、食べ放題の前にコース料理をいただく形となっております。コース料理でちょっとした汁物だったりとか、蒸しご飯とか、マグロの握り、本日の握りと8貫ほど食べた後に本マグロの食べ放題がスタートします。ですので席に着いたらまずね、おぼろ豆腐小鉢をいただき、小さめなウニイクラ丼、蒸し飯をいただいてから、握り4種やとろたく巻き、本日のおまかせ握り4種、タイ、カツオ、蒸しエビ、イカをねいただきました。で、お味噌汁もついてきます。で、コースの品がね出揃ってやっと食べ放題になるんですけども、食べるのがね早い人だと20分程度で、まあ、遅くても40分程度でね、食べ放題には移れるかなと思います。で、本マグロ食べ放題で種類はね、大トロ、中トロ、赤身、漬け、トロタク巻きがあります。お寿司を注文する際は短所に5貫お願いしますと伝える形で、お刺身は何人前とかね、巻き寿司は何本という風に伝えます。大将がとてもフレンドリーで、お寿司がなくなるタイミングで気さくにね、次はどうしますかなどの声をかけてくださるので、注文も安心してできるかなと思います。男性だとね、5貫以上頼まれていて、マ
グロの部位の指定はできないんですけども、大将がランダムでね、様々な種類のお寿司を握ってくれます。でネタ自体はね、新鮮で何を食べても美味しいので、まあ、食べ放題の部分はね、全てマグロになっていることを考えると、お寿司の中でも特にマグロが一番好きなんだよなみたいな方にね、ぜひ行ってみてもらいたいなというお店ですね。でお客さんは外国人が多いのかなと思っていたんですが、ほぼほぼ日本人のお客さんで、これは結構意外でしたね。会社のメンバーでいらしている方だったりとか、女性同士だったりとか、男性同士でね、和気あいあいとおしゃべりを楽しみながらお寿司を食べている方とか、デート利用の方もいらっしゃいました。ここは120分制なので、そこまで時間がたっぷり取れるという形ではないんですが、お寿司はね、2時間もあれば結構しっかり楽しめるので、お友達や恋人、仕事の方との食事にもぜひおすすめしたいなと思っております。僕はですね、大人になってそんなにやっぱりね、量を食べれないくなってきてはいるんですけども、友達だったりね、後輩とかはね、めっちゃ食べる子多いので、そういう子ね、こういう場所連れていきたいなと思いますね。皆さん、最後にお知らせです。少しだけお時間いただけますでしょうか。渋谷某所に住所非公開の会員制カフェバーをオープンいたしました。会員制なんて敷居が高くて自分には関係ないと思う方も多いかなと思いますが、全く新しいタイプの会員制カフェバーとしてオープンしております。日中はカフェ、夜はバーとしての2つの表情を持ちます。カフェタイムはバリスタが入れる希少なスペシャリティコーヒーを楽しみながら、リモートワークも可能です。 Wi-Fi と電源完備ということもあり、使い勝手が魅力です。バータイムではオリジナルカクテルを楽しみながら、思い思いの時間を心ゆくまでお過ごしいただけます。スタッフに声をかけていただければ、モクテルの提供も可能なので、お酒が苦手な方でも安心して気軽に過ごすことができます。最後に僕の思いを語らせてください。僕は YouTube の発信を通して、お客様との関わりが一度きりで終わりのお店が溢れていると感じています。そんな寂しい短期的な消費ではなく、お客様と長い関係を築くためには、会員制という形がお客様と長く深い関係を築けると考え、ユニーはお客様と一生関わっていくサードプレイスを目指しています。現在会員募集は常に募集しているわけではなく、不定期で募集をしております。会員になりたいとお考えの方は、ユニン公式 LINE からご案内させていただきますので、 LINE にてご登録いただきお待ちください。またこの YouTube で再募集始まりましたなどのご案内はいたしませんので、公式 LINE にご登録いただかないと再募集のタイミングがわからなくなっております。ぜひ LINE 登録は無料ですので、ご登録お待ちしております。普段あまり言わないので知らない方も多いかなと思いますが、実は会員制のクローズドメディアをやっています。なんだよそれって思いますよね。軽く説明します。サービス内容はメイン4つです。 1. YouTube で紹介していない場所を会員さん限定で紹介。これは単純に僕が普段行きまくっているお店は YouTube では非公開にしているんですが、このクローズドメディアでは何も躊躇なく紹介しております。 2. 藤原にデートなどの質問を月に1回 OK です。僕からの情報発信だけではなく、今あなたが知りたいあなたのためだけの情報を届けます。 3. 東京中心に全国3500箇所掲載されている Google マップの共有です。僕の夢は皆さんがどこに行こうと、観光、デート、会食、お友達や一人での時間を楽しめるようにすることです。そんな際にこのマップ超便利です。 4.オフラインイベントの参加権利。約2ヶ月に1回開催しているイベントがあります。ここから皆さん友達が増えたりとか、カフェ一緒に行く友達が増えたり、飲み友達が増えたりしています。特に地方出身の方は東京でお友達作る機会なかなかないですよね。そんな皆様のきっかけ作りお手伝いさせてください。はい、そんな感じのサービス内容になっております。クローズドメディアは常に募集しているサービスではありません。ただここまで見ていただいている方には、次回募集時一番早くお伝えしたいという思いがあります。公式 LINE からお知らせをさせていただいておりますので、 LINE のご登録無料ですので、概要欄からぜひご登録お願いいたします。